ありがとうございます。今日はみんなが俺のチャンネルを登録するまで帰りません。よろしくお願いします。今日はみんな働いてくれます。山口です。よろしくお願いします。中です。よろしくお願いします。中です。よろしくお願いします。あ、ということでございます。今日は総合会社は8時ワインで始まってお願いします。ただいま、秋葉原生です。今日はですね、あちらでリバスナックルどこから販売してますので、よかったら取りに来てください。いっぱい頑張っておきます。おはようございます。草野花と申します。ピンクのスープラで走ってますので、皆さん気軽に来ないで、気軽に声かけてください。よろしくお願いします。出てる。チーズ。チーズ。わざとやってる。わざと。子供さんも来ていただける予定になっております。で、9時から走行開始。いただきますので、準備の方よろしくお願いします。ジュノさんと同乗走行、希望の方はですね、一番このなんていうんですか、ガードレールの方で、車が並んで、そこで一斉に乗り降りしてもらうような感じで、同乗走行の方はお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、一日事故のないように楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いします。15人ぐらいいます。受付してない方15人ぐらいいますので、なるべく早めに受付するようにしてください。あとライドチケットの方、販売開始いたします。シルビアとキャットのマウス2車種用意しております。はい、今ね、ゲストの車を見てみたいと思います。はい、これ谷口信輝選手の車なんですけど、なんかえらいことになっております。はい、あそこにいますね。はい、ちょっと何かが起こった感じだと思います。はい、上野選手の、はい、ご子息ですね、アドル選手の車、これがね、久しぶりに特殊車。はい、あとは今もう走ってるな、見に行くか。今日ね、同乗走行もやってるんですよね。一人いくらか払って、はい、乗せてもらうっていう、はい、面白い企画やってます。なんか交差してるよ。どうしようか。もう D1 車両とかね、はい、まあ、J2 の車とかね、いろいろ、はい、走ってます。お、なんか中速とかやってる。
やっております、この茂原のコースで、はい、今シム2台使ってですね追走の練習しております。はい、こんな感じです。今運転手はですね自分の、はい、SIM 機材をね、はい、あのいつも手伝ってくれてるももちゃんなんですけど、はい、こちらはですね今2023年かな、J3 でね活躍してた本当にまだ若い10代の、はい、選手でございます。岐阜の選手です。もうね決勝まで行ってあと一歩で優勝できなかったぐらいではあります。でもシムもねやっぱりうまいね。はい、本当ならねあの上のねモニターを使ってね、見てる人にもね、見せれるようにできるんですけど今日はね、はい、そこまで、はい、やってないんでこんな感じでございます。はい、おもてなし総公開ですね、今3時過ぎました。はい、もうシミュレーターの方はですね今店を閉めようと思ってます。こんな感じ。はい、今日たくさん乗せましたね。はい、今日はたくさんの外人の方に楽しんでいただいて本当にもう作った甲斐がありました ね本当にね、良かったです、良かったです。楽しんでましたね。本来の使い方ができたね、いい感じ、はい、今ね撤収作業してるんですけど、まあ、今回はもてなし総工会っていうねこの場所にこのトラック、はい、来たんですけれども、まあ、2024年のねもうスタートしたんで、ぜひねこのトラック持ってきてほしいなとか興味あるよっていう人、まあ、またはグループ、はい、まあ、なんかね一声かけてくれればスケジュールが合えばね、はい、ぜひみんなにね楽しんでもらえるのかなと思いますので、はい、まあ、コメントなりね、はい、連絡くれれば、あしらごじさんと一緒に、はい、出向いてみんなに楽しんでもらおうかなと今そういう計画立ててます。はい、今回はね、茂原サーキットって千葉まで来てるんですけど、まあねどこまで行けるかちょっとね相談はしないといけないと思うんで、はい、もし興味のある人がいたら僕のところにね、はい、コメントください。まあそれがねメールでもいいんで、はい、連絡くださいって感じかな。これまあシム活っていう感じで自分らもね、シミュレーターを使ってね仲間を増やしたいなっていう部分ありますんで、ぜひぜひ、はい、興味ある方は友達になりましょうということで今日は以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあにバイバイ。Bye-bye.